どうもカバです。ゴーイングメディバル実況パート10やっていきましょう。前回、地上4階建て倉庫を作りました。ここに何を入れるかまだ正直考えられておりませんが、まあ、雑貨系とかですかね、入れていきたいなと思っていますと。はい、もうここいっぱいうじゃっと入ってますね。もう雑多だね。ごちゃごちゃすぎでしょう。はい。で、ここの地下にはですね、地下貯蔵庫ということで、比較的低温に保たれているので、食料とかですね、入れていきたいなというところです。はい。でですね、今、ちょうど敵が来たんですよ。捜索隊がね、到着しました。これは、エドマンドさんが逃げてきてね、今うちでかくまってるから、それを奪い返しに来たということで、もう1時間だからあっという間に来ますね。まあ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 ね、うちにはこの強固なね、トグロ通路、階がありますから、これがあればもう全然余裕でしょう。で、今回メイン何をしていこうかというところなんですけども、結構今まで建築系をね、メインに進めてきたので、今回は研究メインで行こうかなーって思ってます。蒸留とかかな？薬用の酒、ウイスキーが作り出されるのだ。ああ、ウイスキー。化学は？ああ、治療薬を作るとか。ああ、なるほどね。あ、これもいいね。まあちょっとね、そのあたりを作ったり、あとは飾り付け系ですかね。装飾用建築とかね。こういうのはちょっとやっていきたいな。なんて思ってます。はい。ということで、とりあえず最初からバイオレンスな展開になると思いますけれども、負けずに頑張っていきましょう。はいはい、来ましたね。再再臨の境界だって。強奪者もだいぶバラエティに飛んできたね。苛烈だったり、殺意満ちたり、無慈悲だったりしますよ。あ、でも、アーチャーはいないんだね。全部、直接攻撃だけだ。あ、もう全然じゃないですか？はい、突っ張ねる、突っ張ねる。さあ、来いよ。はい、来ました。どこだ？北側ですね。うわー、また出た。ラム種じゃないや。ラム。ラム持って、あ、そっちから来るの？どっち？あ、そっから降りてきたってことは、これはここに来るかもね。オッケー、じゃあみんな集まろうか。あー、ここあれだな、木の胸壁作ってなかった。来た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 。さあ咲いてください。はいよ、撃て。うん、当たらない。いけいけいけ、撃て撃て。はいはい、バタにかかってるね。いいよー、盛りだくかかってくださいよ。はいはいはい、やっぱ強いな弓。弓が強すぎて困るな。もうバランス崩壊する気がするけどね、弓ばっかり使ってれば。まあ楽勝で勝てますけど、あんまり全員弓にするっていう選択肢もあると思うけどね。これだとちょっとさすがにな。あ、でちょっと一個思ったことがあって、ここでさ、誰か一人ここまで来てくんない？いや、こいつらがここにいる状態で、ここを出口塞いだらどうなる？さあ、ダメージ食らうような気がするけど、頑張って、抜けてって。そう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 。あ、いいね、いいね、いいね。そう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 。はいはい。で、ここに穴を開けちゃえばいいんじゃないですかね。あ、来た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 。あ、待って。オッケーオッケー、よしよし。はいはい。あ、勝ちましたね。全然、メインの戦場見てなかったけども。勝ちました、勝ちました。はい。間に合うか、間に合うか。データが来る前に。よし、間に合った、やった。閉じ込めたぞ。こいつこれどうすんだろう。なんか意志を持って歩いてるな。こっちまで来て、ここを壊そうとするのかな。いや、何もしないな。ああ、もう戦う意志は全くないので、ここら辺を多分うろうろし続けるんでしょう。ただ出血してるから、そのうち死んじゃうんじゃないかな。いやー、いいもの落とすね。グレートヘルム量だって。やば。いやー、こんなのとさ、直接やり合ったらやばいもんだって。怒られるよね。で、ここの倉庫は、2階を、
武器防具置き場にしようか。スペースたくさんあるからもう平置きでバツーンとやっちゃいます。戦争用だね。うん。で1階の備蓄場から戦争用を外すと。であと今回はさっき言ったように研究を進めていきたいのでですね、この鶏小屋の中での研究ね最高級の研究、そっか、まあできないのか、知性がないからできないんだ。25、二人羽織が知性22で一番高いな。じゃあ二人羽織に、やってもらいましょうと思ったらちょうど執筆始めてたわ。おお、いいんじゃない。お、直して直してる。あ、攻撃してきた。お前攻撃してくんのか。あー、まあこういう最後はいいかもしれないね、君はね。はい、いやでも閉じ込めることはできることが分かったね。うん、こういう自由度高いゲームはほんと好き。装飾用建築行ってみましょうか。おう、陶器棚とかね、おう、いいんじゃないですか。工具棚、うんうん。で宗教用の壁飾り付けとかもあるね。いいじゃん、作ろう。はい、装飾用建築2もいけるね。あー、トロフィーな。はい、鹿の生首飾りたい。陶器棚とかをそれぞれのこの個人の部屋に作っとくといいんじゃない。多分ビレッジが上がって機嫌良くなるよね。装飾用武器置き台だって。これ武器がないのか。あ、自分でこれ武器をここにセットするんだ。へえ、面白いじゃん。ビレッジヒートマップ、紫がビレッジがすごい高いで、緑がちょっと低めってことかな。じゃあ低いところにトロフィー台とかね、置いとこうよ。菓子の同胞の飾り付け、万人救済主義の飾り付け、はい、2つ置けば喧嘩もしないでしょ。はい、トロフィー台を作った。これはそっか、トロフィーを別に作んなきゃいけないのか。すげえ、鹿の頭、敵の頭ってダメでしょ、開拓者の頭やーばあ、縦の飾り付け、これタワーシールドが設置されたね。でもそんなにビレッジ上がんないんだな鶏うるせえなトロフィー、トロフィー、トロフィー作りたいっすね。どこで作るんだトロフィーって。ここだ、食肉解体用作業台だ。ここで作るんだね。あ、死体をまるっと使うのか。あれ、ちょっと待って、じゃあその分肉手に入らないってこと。マジか。じゃあ敵の死体でやるかでもこれまた人をバラしたってことで機嫌めちゃめちゃ悪くなるだろうね。あー、ほら、人間を解体した、マイナス14。すごい、ワオーンいってる。はい、トロフィー完成です。やったーうわやっちゃったー。スネリングシャックルウッドの頭蓋骨を飾ってしまいましたこれビレッジ上がってんのか。あー、上がってるのかね。上がってるっぽいね。まあ生きる死ぬっていうのはね、美術でもよく取り扱われるテーマだからな。またベッドが足りないんだ。そっか、エドマンドの分が足りないんだな。エドマンド名前変えてなかったな。まあもういっか。な、変える？ルマンドめちゃめちゃ投げやりだけどまあまあ今までと大したクオリティ変わんないですね。はい、ルマンド美味しいから。で、そう、ルマンドのですね、家がないので作ってあげましょうということで、ここの枝で組んだ屋根の上に、はーい、できたー。さあ、ここでルマンド寝てください。あと、そうだ、ここの倉庫の一番上の部屋どうしようか、何使おうかって思ってたんですけども、祭壇置いたらどうかってコメントがあったんで、祭壇置きましょうか。あ、ダメだ、一マスじゃ置けないのか。そっか、ダメだね。じゃあ一番上置こうか。こんな感じで1個2個置くじゃん。でそこに階段を、こうすればいいんじゃないの。すげえ雰囲気だけで効率めちゃめちゃ悪いけど、ここにさ、敵の死体置き場作ろうか生贄みたいなね。そんな感じで鶏小屋にイノシシのトロフィーを
置いてみました。あーいいですね、これはいいね、やっぱりね。うん、やっぱり人間の頭蓋骨はどうかしてるわマジで犬めちゃめちゃ多いな、すごいいない。今何匹いるんだ。12匹いる。でヤギが24匹、ニワトリは20羽。え、待って、これだけで合計50超えてんの。すげえいるぞ。もうこれ動物王国でしょ。あと思ったんだけど、料理もさ、もしかして地下倉庫の方が良くないですか。まあ、ここあんまりないんだけどさ、地下にね、ここに料理できる釜を作った方が、まあ、移動距離は少なくなるよね、多分。あー、でも待って、これあったかいのか、あったかくなっちゃうのか。そうか、気温上がるよね。じゃあせめて1階だな、1階ちょっとここら辺避けてもらって作りましょう。バリエーションも2個あるな。これなんだろう。あー、石灰石と石灰石レンガ、レンガの方がいいね。ここに作ろうよ。やっぱちょっともうちょっとね、料理の数増やしたいな。生の食材めっちゃ多いから。装飾用の旗も作っていこう。これで作れるのは旗、ボロボロの旗、壁付け旗、ボロボロの旗ボロボロペースですけどやろう。あ、でも旗いろんな種類あるよ。ウール、あー、羊毛がないわ。鹿の皮の旗とかね。へえ、あ、いろいろある、面白い。あ、しかも待って、形状を選べるのか、すごい。なんかいっぱいあるけど、おおこれ以上侵入するな、ダメ、絶対くんが2体いるねいい旗だね。うん、これはちょっと俺感銘を受けたわ。細い、これイノシシの皮で作りました。あー、いいねやたらめったら作ったけど、うん、2階のルマンドのね、個室へ導くダメ絶対くん、導いてんのか拒否してんのか分かんないけどね。あ、ニンニンバオリ、これ知性レベル、これで25なるんじゃないか。やったー、きた。え、じゃあもうあれですね、これこれこれやってください。高度な研究の方、そっちお願いします。おお、きた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 鶏めちゃめちゃいるけどこれで高ランクの研究をアンロックできるようになるね。あと今クマがいるんだけどさ、このクマ手なずけしてみる必要スキル30、今柴犬がねいけるはずなんだよね。こいつ仲間だったらすげえ強いと思うんだけど。さあ、怖くない怖くない、むしろ怖いのは俺ださあどうだ、うまくいくか。おお手なずけ成功。でも何回かやらなきゃいけないからね。14% だって。きついね、これ。お、夏が来ましたー。はーい。よっしゃ、科学いきますね。研究しましょうか。薬剤師の作業台と薬棚。ここで作業台で作った治療薬を薬棚に保管するんだね、きっとね。よーし、来ました。解放！やったー！おー、立派立派。薬剤師の作業台。さあ、何を作るかな？簡易治療キットは薬草で作れる。治療キットも薬草と布か。ふーん。高度な治療キット。あ、消毒薬だって。何消毒薬って。顔料！着色できるってこと？卵、薬草、灰。あ、灰が材料で使えるんだ。卵もね、多分ね、もうあるはずなんですよ。これ卵じゃない？これ。あ、ほんとだ、卵あった。あは、豆を持ってった。じゃあ、ちょっと薬草、どうしようかな。治療キットにしようか。布はいっぱいあるからね。5個ぐらい作ってもらおう。おー、できた。あ、そうだ。薬棚も作んないとね。薬は多分、使うとしたら、ここなんですよね。こう治療用のベッドがあるから。ここに作っとこう。お、牛も来たな。いいね、牛もちょっと手なずけって家畜にしたいね。牛はできれば増やしたいんだよな。待って、キジなんているけど、キジ？おお、キジだ、すげえあとは猿がいれば桃太郎できるぜ。こいつ手なずけられんのか。
あ、なに？すげえ、今狼に襲われてなかった。まあうまそうだよな。手助け確率 25% か。低いね。クマは45だったかな。まあキジは別にいいや。やっぱり牛だ、牛。あ、家畜の方にいた。マジか、牛来てくれんのか。あ、すごい、引っ張って連れてく。お前もここの仲間入りだ。よっしゃー。牛はなんだいこれ、牛乳とか作れるのかな。あとは肉、あと運搬もできそうか。メスも欲しいね、今オスだから。メスもいればどんどん増やせるんだけどな。研究これ行こうか。絵画、イーゼルを作れるよ。これで絵を描けるってことね。確かにあるんだよね、芸術家っていう仕事が。これちょっと行こうか。あ、ルマンドが成長率が高いよ。星2つついてる。あー、ここの上とかちょっといいかもしれないね。やっぱ屋上で描きたいじゃん。ここら辺でこう座ってさ。おお、来た、イーゼル。何つけるかというと、絵画、顔料が必要だ。ここで顔料か。顔料は確かあれだよね、薬師だったよね。ここの薬剤師の作業台。絵画作ろうよ、ぜひ。でイーゼルやっぱり屋外だとダメっぽいので、ここはあえて木の壁にして、木の屋根ハーフをつけましょう。この方がちょっと芸術家っぽくない？スキルレベルが足りないって言われたんだけど。うっそ。え、待って、イーゼル、これで書くのってレベルいくつ必要なの？知性が20。あ、知性なんだ。ってことは二人羽織がいいな。ね、二人羽織に書いてもらおう。おー、書いてる書いてる。あ、すごい。へー。さあ、果たしてどんな絵が出来上がるのか、乞うご期待。お、来ましたね、襲撃。はいはい。もうシンプルに襲撃ですね。バラの異教徒たち。はぁー！来てしまった投石機。これが悪名高い。建物をぶっ壊してくるらしいんですよ、投石機。そうですかー。まずい。え、なに？でかっ！めちゃめちゃでかいぞ。ほらー、まずいぞ、おい。どっから来てる？こっちか。この辺りぶっ壊される可能性がめちゃめちゃ高い気がしますね。あ、待って、そっからもう攻撃してくる。え、ここ、すげえ遠くから、めちゃめちゃ遠くから来るけど。弓矢部隊はまず迎撃するしかないでしょう。ここに作った特別ステージで迎撃をお願いします。で、一方でこのカタパルトってこれ近づいてくる？近づいてこないですよね。うわ、ちょっとなんか投げてきてるよ、マジで。はぁ、ふざけんなよ。え、冗談でしょ。あ、こっちもなんかひび割れてる。いや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 、ちょっとこれ別動隊だな。直接攻撃の方々、敵と鉢合わせしたまずいので、横から出ましょう、こっち側から。あ、撃て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 。罠の数も増やしたからね。うわー、ちょっと、怖い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 。やめて、あー、ここに来る。うわー。まあまあ、普通の敵はね、全然いけんだけど。ね、こいつ。かっこいいんだけど。テカってるぞ。プレート、アーマー。あ、この肩はあれか。敵のこの紋章だ。バラの異教徒のマークだ。で、直接攻撃部隊は、ここだな。ここ行ってくださいよ。いっけー、壊せ壊せ。あ、勝った？勝ったんですね。勝ったんですね。はい、敵が10人死んだ。あ、敵これ逃げてく。待て、こら、家の敵。あー、逃げられる。くそ、ダメだ。逃げられた。あ、いいや、じゃあ。しゃあねー。あー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 。まあまあ、壊されちゃって。一回さ、もう壊しちゃおう、これ。ここ壊して、
石灰石ブロックの屋根に変えましょう。そして生贄が捧げられてますね。あ、これは邪教の神だね、完全に。あー、やっと絵を描くのが終わる。すげー時間かかったよこれ。オッケー、できた。よーし、じゃあ早速飾ろうよ。おお、すごい。なにこれ、すげえ。初めて描いた絵がこれなの。めっちゃなんか真ん中の人燃えてない？やったるでーってこと。やる気が表現されてんのかな。あー、ビレッジ高いですね、この辺りもね。すごい、 5.8 とかあるわ。素晴らしい。ここにいる人は機嫌がめっちゃ良くなるよ。いやー、すげえ大変だったもんな。おっと、熱波がやってきた。熱波か。熱波ってあんま来たことない気がする。寒波は割とあるけど、まあ食べ物は大丈夫でしょう。うん、地下は2度とかだからね。熱波が来ても植物が枯れたりとかはしないんだね。割と元気よな。あ、秋が来た。夏もあっという間に終わっちゃったな。でもまだ熱波なんだよね。まあ、熱波って言っても 25.7度だって笑っちゃうよね。あとプラス15度ぐらいくれば熱波と言ってもいいけどね。40度だったら。あ、ボロボロおじさん熱中症になってるじゃん。熱波で。まあ熱中症はな、確かに気温が低くてもなったりするからね。ちゃんと水分塩分取んないと。ボロボロおじさんボロボロだからな。さあ、もう熊の手なずけ 89% だから、これがうまくいけばついに熊をペットにできるのか。やった、熊の家畜化に成功しました。よーし、家畜だから多分来てくれるんだよね、うちの村に。この牧場の中に。やったね。で、あとは多分手なずけなきゃいけないのかな、今度。手なずけると多分この闘技とか やってくれると思うんですよ。おお、クマがやってきました。ヤギと牛とクマが同居するって絶対やばいだろこれ。はい、例によってまた3時間半、4時間近くやってるのかな。ここで一旦切りますか。さあ、今回もですね、いろいろやりました。今回は主にね、装飾系ですかな。作りましたな。はい、この旗とかね、この絵画とかね、あとラグも置いたしな。で、あとはこのね、頭蓋骨トロフィーとかね。こういうのを作ったりしましたと。で、あとは敵がカタパルトをね、投石機持ってきたな。あれきついわ。多分今後ずっと持ってくんじゃない、あれ。敵の襲撃のたびにガンガン建物を壊される気がしている。みんなの機嫌はまあいい感じですかね。うん、やばそうなのはいないもんね。いい村になってきたね。近所の山、食料もたくさんあるしね。さあ、ただそろそろできることが結構なくなってきたような気がするんだよね。なので、もう 1,2 回で最終回かなって今ところ考えてます。なんかやってほしいこととかね、あったら、ぜひコメントをいただければ。まあ全部できることかわかんないけどね、できることがあればやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、熱波が過ぎ去りましたね。はい、ということで今回はここまでにしましょう。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。